次はですね、アコードハイブリッドはまあ飛ばしの、これフィットですね、フィット RS ですね。RS のね、このエンブレム、これだけね、ちょっと欲しいなっていう感じがしますね。いいね。これね、213万しますね。燃費がね、結構びっくりで21キロも走るんですね。まあ値段設定としてはこれハイブリッドと結構近いかもしれないですね。私の乗ってるね、S パッケージとこのホイールとかね、エアロパーツ全く一緒なんですよね。この羽もね、大きいのがついてます。邪魔しますと。はあ、一緒一緒、これ全く一緒ですね。もうこのまま帰ろうかなって感じやな。おなじみのフィットハイブリッド、ハイブリッドじゃなくて RS ですよこれ。スピードメーターがね真ん中で、タコメーター左ですね。うん、ちょっとこの辺が違いますね。プラスマイナスのやつですね。あ、これそうか、オートマなんやな。どうせやったらミッションの方がいいかな。まあ室内もね一緒です、一緒。私の車と全く一緒なんでね、内装の方もね、ほら上がね黒いんですよね。これガソリンエンジンなのに21キロぐらいは走るんですね。ちょっとハイブリッド、俺のハイブリッド燃費大丈夫、19キロぐらいの時もあるけどな。まあこれ実燃費はもうちょっとね、18キロとかぐらいですかね、17とかですかね。フィットハイブリッド S パッケージとこの RS は、ほとんどね内外装が一緒なんですね。本当にね見分けるのが難しいぐらいですね。実はね、私フィットハイブリッドに乗っております。フィットに興味のある方は、再生リストですね、こちらをクリックしてください。スマートフォンの方はね、上のこの i ボタン、これをクリックしてくださいね。もしくは終了画面をクリックしてください。タケ TV 100のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、というわけでフィット RS でした。じゃあね、バーイ。